どうも皆さんこんにちは、着バスです。本日はですね、 JAL が JAL グループ国内線いつでも特典航空券っていうのをですね発表しましたので、本日はこちらのね解説やっていきたいなと思います。それではね、早速解説入っていきたいなと思うんですけども、 JAL グループ国内線いつでも特典航空券ということで、 JAL はですね、 JAL マイルを使ったね特典航空券を利用しようと思った時に、開放されている座席っていうのは枠があるんですよね。でこれは国内線でも国際線でもね、この枠っていうのは設定されているわけなんですけども、この枠がね埋まってしまうと、この JAL マイルを使ったね特典航空券で座席を抑えるっていうことが、まあ、できなかったわけなんですよね、埋まってしまうと。なんですけども、このいつでも特典航空券っていうのを利用すると、追加のねマイルを支払えばですね、このたとえ枠が埋まっていてもですね、 JAL マイルを使ってね座席を抑えることができるっていった形になるんですよね。でですね、こちら開始になるのがですね、2021年11月の1日9時30分よりということで、この動画が出ているのが9月の30日ということで、これね、まだ始まってないんですよね。11月の1日からね、利用することができるっていった形になっておりますんで、この点はね、注意してください。発表はね、昨日あったわけなんですけども、利用できるのはね、ちょっと先っていった形になります。でですね、気になる必要マイル数なんですけども、こういった形になっておりまして、A 区間が1区間1万3000マイル、2区間2万6000マイル、B 区間の場合、1区間が2万4000マイル、2区間であれば4万8000マイル、C 区間の場合は1区間4万マイル、2区間8万マイルということで、まあかなりね、マイルの単価数は遠いですよね。ちょっとヘリコプター撮ってるんで、うるさいかもしれないですけども、すいません。でですね、A 区間が1区間1万3000マイルっていう風になりますんで、この A 区間で言うとですね、こんな感じになっておりまして、一応 A 区間、B 区間、C 区間全部出しておきますけども、まあこういった感じになってるんですよね。ですので、まあ簡単に言うとですね、東京から羽田とかですね、名古屋、秋田とか、ここら辺がまあ A 区間になるわけなんですけども、こちらはですね、羽田伊丹で考えるとですね、1万3000マイルでね抑えることができるっていった形になるんですよね。本来ですね、この羽田伊丹線っていうのは片道6000マイルっていう風になりますんで、これがまあ枠がいっぱいだったらですね、1万3000マイルを支払えば片道ね抑えることができるっていった形になるんですよね。ですね、まあ片道1万3000マイルということなんで、まあ本来6000マイルなんてまあ倍以上ですよね。支払っていただければ、まあ、繁忙期でね座席数の枠が埋まっていてもですね抑えることができます。かなり大幅アップですよね。片道1万3000マイルですからね、往復になると2万6000マイル羽田伊丹区間でかかるっていった形になりますんで、もう2万6000マイルとかね、そこまで行くと本当に短距離路線の国際線乗れるんじゃないみたいなね、まあそんな感じで思わせるマイル数ですよね。まあね、かなりのマイル数はアップしてるわけなんですけども、まあとはいえですね、年末年始とかお盆とかね、そういったスーパー繁忙期にですねマイルを使い切りたいとかですね、直前までね実際に休める日数がわからなくて、なかなか直前までね予約することができないっていう方はですね、利用する機会ね、まあちょこちょこはあるんじゃないかなというふうに思いますので、このマイルをね使える幅が広がるっていう意味ではですね、私個人的にはですねいいのではないのかなと思います。まあ東京伊丹間がね1万3000マイルっていう風になりますんで、まあ eJAL ポイントに交換してそれで普通の航空券買った方がいい場合もねあるのではないのかなという風に思うんですけども、スーパー繁忙期の直前だとですね航空券かなり高くなりますので、まあその時々によってね判断分かれるかなっていうふうに思うわけなんですけども、利用する幅がね広がるっていった形にはなりますよね。で東京伊丹区間、まあこの A 区間ね片道1万3000マイルということで、まあこれでもね、まあ、十分多いわけなんですけども、この B 区間のですね東京沖縄とかですね、あとは東京札幌とか福岡もそうなんですけども、ここはまあ本来ね片道7500マイル区間っていう風になるわけなんですけども、まあここもですねこのいつでも特典航空券使うと片道2万4000マイルなんですよねこれ結構すごいですよねこれ結構すごい、3倍以上ですからね。はい、ですけども、まあ東京沖縄とかね、まあ札幌とかね、まあ年末年始ね
今こういう時期でさらにね海外とか行けないので、まあ、国内利用する方がね増えるかなっていうふうに思いますので、まあ、これでも利用する方は中にはいるのかもしれないですけども、まあ、個人的にはちょっとね必要マイル数多すぎんじゃないかなって思うんですけども、でちょっとね細かい話をねさせていただきたいなと思うんですけども、 JAL はですね PFC っていう旅客施設使用料っていうのを追加支払いね発表したんですけども、それをねマイルで徴収するっていうのを発表したんですよね。特典航空券を利用する場合ですので、今回ねこのいつでも特典航空券で発券する場合であってもこの PFC はね支払わなければいけないっていう風になりますんで、先ほど言ったね羽田伊丹区間ね利用しようと思った場合ですね、 A 区間で 13,000 マイルかかりますよね。この上に PFC がね乗っかってくるっていう風になりますんで、羽田のPFC が290マイル、伊丹のPFC が260マイルっていう風になりますんで、こちらですね合計すると 13,550 マイルがねこのいつでも特典航空券の制度を利用した羽田伊丹区間ね利用しようとするとこういった感じになるんですよね。ですので PFC がねさらに上に乗っかってくるっていうのはですね覚えておいていただきたいなという風に思います。またですねクラス J っていうねちょっと広い座席がありますよね。こちらについてもこのいつでも特典航空券利用することができます。で1区間ですねプラス 4,000 マイルね支払うとこちらね利用することができるっていった形になります。で次にね対象路線なんですけども JAL グループ国内線ということで利用することができるんですけども、富士ドリームエアラインと天草エアラインとのコードシェア便もねこちら利用することができるっていった形になるわけなんですけども、こちらね残念ながらネットでね予約することができないっていった形になっておりますので電話対応になるそうなんですよね。ですのでこちらのコードシェアね利用するっていう方はですね覚えておいていただきたいなというふうに思います。それでは次ですね予約変更する場合ですね、もともとこのいつでも特典航空券で多いね必要マイル数で取ってたとしますよね。まあそれを変更しようと思った場合にその変更先はですね通常のマイル数で予約がねできる場合であってもですね、このマイルのね差額っていうのは払い戻しねされないっていう風になりますんで、こちらね注意しといていただきたいなっていう風に思うんですよね。ですんでこのいつでも特典航空券ね利用するときはね結構慎重にね利用していただきたいなというふうに思います。ということで今回ですね JAL グループがいつでも特典航空券ということで必要マイル数をですね多く支払えば枠がね埋まっている時でも JAL マイルを使ったね特典航空券が発券することができるっていった形になっておりまして、まあ必要マイル数はねかなり多いっていう風になるわけなんですけども、まあマイルがね使える幅が広がるっていう意味ではですねまあ悪くはないのかなという風に思います。なんですけども必要マイル数はねかなり多いですので、まあこの点はね慎重に利用していただきたいなというふうに思います。ちょっとね気軽に使うにはですねマイルもったいないっていうふうになりますんで、本当にね最後の手段としてね利用していただければなというふうに思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボムホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで、今回ね、おまけ動画作らせていただいております。で今回のねおまけ動画なんですけども、今ね TikTok の謎キャンペーンがねすごい盛り上がってるんですよね。でこのキャンペーンね本当に全然よくわかんないキャンペーンで本当にわかんないです。ですんで私にね質問していただいても私もわかんない部分がすごい多いんで、やるかやらないかはですねこれ自己責任でやっていただきたいなと思うんですけども、 TikTok でですね紹介 URL を踏み合うとですね8000分の Amazon ギフト券がもらえるキャンペーンがやってるんですよね。でこれ聞くとですねすごいですよね。ですごいことはすごいんですよ。で私もですねこのキャンペーン参加してもらうことができたんですよ。ですので8000の Amazon ギフト券獲得することができました。できたんですけども、こちらですね先ほど言った通りですね本当に謎が多いキャンペーンでちょっとねよくわかんないんですよね。ですのでやるかやらないかはですね本当に皆さんねご自身で判断していただいてやっていただければなというふうに思うんですよね。で一応ねやり方だけ解説ねしておきたいなというふうに思います。
まずですね、こちらの動画の概要欄にリンクね載せておきます。でそこからねアカウントを作っていただいて、で作っていただいてですね、まずね右下にプロフィールっていうのがねあると思いますので、こちらでねログインがね多分必要になると思いますので、ログインはねしといてください。私はねログインした覚えはなかったんですけども、もう私がねやってる時にはもうログインされてる状態だったので、多分ねログインしといた方がいいと思います。ここもねしなくてもできるかもしれないですね。まずプロフィール画面の左上の方にですね音符のマークがありますよね、こちらを押していただきます。そうするとですね、ご自身のマイページみたいなところにと思うんですよね、紹介ページの。で、お友達を招待して8000を獲得するっていうね、ところがあると思うんですけれども、こちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、豪華報酬を獲得しましたということで、今ね、私は6640円って記載がされていると思うんですけども、このページでですね、URL を作っていただいて、それを Twitter とかですね、そういったところで相互踏み合いみたいな感じで、私も踏むんで踏んでくださいみたいな感じでみんなやってるんですよね。でこれで踏んでもらうとですね、この下の方にですね報酬獲得履歴っていうのが出てると思うんですけども、今ね240円入ってると思います。こういった感じでこの URL を踏み合っていただくと、どん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 このボーナスみたいなのが溜まってくんですよね。でスタートが6400なんですよ。でどんどん溜まっていていって8000まで行くとですね、こちら交換することができるっていう形になるんですよね。ですので、皆さんねこちらからURL で作成していただいて、 Twitter とかでね相互踏み合いやっていただきたいなというふうに思うんですよね。まあですんで、まあこの8000の Amazon ギフト券ね、本当にもらえることはもらえるんですけども、ちょっとねもらえない可能性もゼロではないんですよね。これもね本当によく分かんなくて、エラーが出てね交換できない人もね中にはいらっしゃったり、交換普通にね私みたいに普通に交換できた人もいるんですよね。これもね全然分かんないですよ。ですんで、もしやってね交換できなかったら時間の無駄になるじゃないですか。まあそうなった時にですね、あそれは嫌だよって思うんだったら参戦しない方がいいですね。まあちょっと時間かけても8000分できれば取りに行きたいって思う方であればやった方がいいと思います。で紹介 URL ですね、ここのお友達を紹介して稼ぐっていうところをね押していただくと、リンクがね作れるっていう風になりますんで、ここでね Twitter だったりリンクコピー LINE とかねありますけども、こちらでね作ってください。でこれをねまあ Twitter とかでね相互踏み合いしていただいて稼いでいただくという感じになります。これめちゃめちゃ今やられてるんで、ぜひね有名な方じゃないとね8000まで届かないって思われる方結構いらっしゃるかと思うんですけども、私の Twitter 見てる限りはですね全然できてる方いらっしゃいますんで、ぜひね参戦してみていただきたいなと思います。でですね、ポイントが貯まって8000分貯まるとですね、このポイント数ね出てると思うんですけども、こちらをね押していただくと残高とですね特典交換っていう画面が出てくると思います。でここね本当に注意していただきたいんですけども、まず連打するとポイント交換ができなくなります。これ本当に気をつけてくださいね。連打するとポイント交換ができなくなります。ロックみたいなの変わっちゃいますんでね。ですんですごい慎重にやっていただきたいんですけども、私はですね500円、1000円、1500円、1万円、10万円っていうのが並んでると思うんですけども、8000円獲得した方はその隣に8000円っていうのが多分出ると思います。出ると思いますので8000円ね交換してください。で1500円試しにやりたい、500円試しにやりたいと思うと思うんですけども、それはねやめときましょう。というのも1日1回しか交換できないです。だから1500円交換してしまうと残り6500円交換できなくなってしまいますんで、それもねもったいないですので、もし8000個達成したらですね8000一気に交換しましょう。でここでできれば OK です、獲得できます。私も、初回ですね8000分ここに出て8000交換をしたら8000交換できて Amazon ギフト券残高に来ました。その画像もちょっと載せておきますけども、これね先に試しで1500円とかねやってしまうと、もうその日交換できなくて翌日以降ね、で翌日以降ね残り出せるかと思いきや1日1500円しか交換できないそうです。ですんで数日かかってね交換できればね交換できるって言った形になるんですけど、これもねよくわからないですでですね
あと8000円達成したら交換してくださいっていうのは、8000円達成するとさらに稼ぐっていうのができて、どん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 これおかわりができるんですよね。ですんで、まあ8000円何回も達成したら、まあ1万6000円2万4000円と増えていきますよね。なんですけども、残高が1万超えると1500円しか交換できなくなるそうなんですよね。これもありますので、8000円まで達成したら交換する、でその後稼ぐ、その後やるかどうかはね、まあその人次第で、しかもそれも交換できるかわからないので、まあその後やるかどうかもお任せなんですけども、とりあえず8000達成したら8000交換する、これでいっていただきたいと思います。ということで、そんな感じですかね。はい、ということで皆さんね、もしね8000分ね獲得したいのであればですね、ちょっとやってみていただきたいなと思うんですけども、まあ時間の無駄になるかもしれないっていう点もね考慮していただいて、私もね全然このキャンペーンよくわかんないんで、すごいおすすめかっていうと、まあ8000取れるかもしれないっていうんだったらやってもいいじゃんって思うぐらいですかね。で私もやってもいいじゃんと思ってやったら8000取れましたんで、まあ時間があるんだったらね、ちょっとやってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ Amazon ギフト券8000ってでかいですよね。はい、ということなんで、ちょっと分かりづらい部分もね多いので、ちょっとね本当にキャンペーンのページが出なかったりですね、 URL ができなかったり、人のリンクを踏んでも、ボーナスが与えられなかったりもらえなかったりとかね、まあ、そういうのも乱発してるんですよね。でこれの対処方法も私全然分かりませんので、運がいい人っていうかね、できる人は普通にできるんですよね、できない人はできないみたいな、でそういった感じになりますんで、申し訳ないですけども、ちょっと質問はね私にされてもねどうしようもできませんので、今回はねこういった部分も考慮した上でね狙いたいっていう方はね、ぜひやってみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。